突然ですが、サーキットでお会いした竹爺さん、オフ会にも参加いただきありがとうございました。オフ会ではインタビューお話しできなかったので、愛車ご紹介、17代目となります。オフ会でインタビューできなかったので、モーターランド鈴鹿でインタビュー、フラッシュエディター浜松仕様の竹爺さん、カスタムいろいろ、竹爺さん、やがな、あ、英語の G ですね。竹爺さん、わかります。いやいや、これ納期がかかったんじゃないですか。サーキットで夏と12月と2回撮影しました。え、マジですか。 T サンドラソニック10ヶ月納期かかったそうです。ました。今年の初めぐらい頼んだ。今年っていうのは2022年に注文されて、入ったのはね、あれですよ、入ったのは春ぐらいに入ったんですよ。2023年春の話ですね。4月か5月に買い、買ってんけど、前のタイヤがまだ新しかったから、純正のやつが、純正のタイヤを使い切ってから履き替えたって話ですね。あ、そうなんですか。で、それがなんかこう、ぐちゃぐちゃな時だから、今回からちょっとこれに変えて。これちょっと Z3 初サーキットですね。これなんかね、こういうとこシャラシャラシャラいいよね。シャーシャーって言うの、ミャーって私は聞こえましたけどね。僕走ってませんけど、私も履いたばかりの初サーキットでした。また教えてください。楽しみでした、この時は。あ、エンジンかけて、これ左ドアの色が違うのに気づきました。またクラッチキャンセラーついてるもんやから、助手席からこうやってできるんですよ。伸びながらこうエンジンかけて、4速に入ってるの忘れてて、ナビがガーッと出して、あ、私もあると思います。ギア入っててエンジンかけたらびっくりしますよね、これね。危ないですね、これね。ほんでこっちガレージの壁にガリガリやられて、自分家で、自分の家で、自分でやりはったんだ、これ。うん、ほんでも適当にパテ塗って、重いですね。綺麗に塗られてましたけどね。でも色が違う。色も違うし、ほんでそれが、ここの1回目の前に1回2サーキットで行ったんですよ。その時にメーター、前のメーターって出て、でガリガリになったから、ファンスプレーでシャーって拭いて、でごまかして、それこっちにレッケンつけて、私もリップスポイラーガーってやってしまいましたけどね。傷はちょっとね、その時はテンション下がりますけどね。でもまたこうやって DIY できるから楽しいですよね。いいと思います。あれですよね、モンスター ESP、 これ ESP ですか。これ全然名前が出てこないお二人になりますよ。これモンスタースポーツのですね、インタークーラー、ハイフローインタークーラータイプ B ですかね。そしてこれグレディのエアインクスキット SZ と SD24 ってやつですかね。ガレージベリーのエアインテークダクトですね。これどこのやつやろ。わかります。ガレージベリー、ガレージベリー、ここ、これなんとかストッパー、全然名前出てこないですね。マスターシンジャーストッパーですね、これね。マスターこの名前がね、よく出てこないんですよ、私。あると思います。あの R って、いや、これ多分 17RP かなと思うんですけどね、調べたら。もう全然名前分かってないですけどね。減衰調整はこれ HKS 下だったっていう話なんですよ。これずらしただけっていう話ですね。ただ ECU を左にずらしただけの仕様。 HKS のハイパーマックス4ですかね。ハイパーマックス X4、 一番いいやつですかね、 HKS さんの車高調。どこにあるの。フロントはそこに減衰の調整があるみたいですよ。ハンドル切ったらいいけど、あ、いいんですか。裏からやるタイプみたいですね。 ECU 移設しただけって話ですね。どれやるの。これそこですね。そこから見たらあるみたいです。いや、リアはこっちも下で調整するんですか。リアの減衰調整は後ろは上からですか。ラゲッジのところ穴開けてですね。ああ、穴開けてはるんや。私も一回も調整したことがないんですね、これね。一回やらないといけないですね、サーキット走るとき。あ、これパワーブレスのリアトランクバープラスってやつですね。これ私欲しいものリストに一つ入ってますね、これ。
ベルトハーネスを固定したいなって思ってます、ね、またいらなくなりましたらどなたでも結構です、お声掛けください。これやったら4点つけるのも楽やね。これでこれ欲しいな、欲しいな欲しいな言うてね、思ってたらね、まあ、いつかつけるんやろうなって思うんですけど、これ発泡シールこれ取れなくなるらしいですよ。でも結構せるからバチって切ったってことですね。毎回ボロボロライセイングですね。これが取れないんや、そういうことなんですね。やっぱりね、まあ土ドールだからいいかな。そしてこれ LCK619 のイダテンですね。あ、これもいいなって思ってますけどね、イダテン2021バージョンですね。マフラーも HKS ですね。サイレントハイパワーですね。全然静かじゃないそうですよ。サイレントじゃない。ソニックのサイズが T3315455.5J スタイルですね。あ、2分の 1J やから 5.5 か。はい、ね、ここに書いてる。あ、45なんですね。ここは4。入ったんです。私はねちょっと内側ちょっとスレスレですけどね、 6J なんで。私は 1542-6J スタイルですね。ブレーキはええやつですか。あ、ディクテルのブレーキはパッドはええやつですね。あ、フラッシュエディターか。フラッシュエディターの浜松仕様にされていますね。全然追いつかなかったですよ私。メガネガーニッシュ、これ時間塗装ですね。そしてメッキ特別キャンペーンですね。 17RP の電着塗装のやつですかね、エンブレム系。あとはローポジ君と、あれでエフィのあれはあのメーターなんかついてる。あれはね、これが油圧よ。ああ、力見よう。デフィーの油圧油温メーターをつけられていました。これまだ1回目のインタビューの時ですけどね、この動画。これはスピードメーター。これはピボットのスピードメーター5っていうかね、これね、こういうブラケットもついているオプションで。あとはあれフラッシュはもう終わってるからいいか。これがクラッチキャンセルですか。あ、そうです。これがクラッチキャンセルスイッチトグルで作られてましたね。そしてメーターはワーニングスイッチ付きですね。あ、これで何かできるんですか。ワーニング設定とか、あとモニターのマックスのボタンとか。ブースト系もこれマルチメーター、ブースト水温電圧、これあ、これ1個でできるんですか。これいいですよね。いいですね。これ OBD のタイプですかね、もしかして。水温と電圧。あ、3つです。まあ見ないですよ。そうですよね。マルチの方がいいかなと思ったんですけどね。メーターに6個つけるのいいですよね。メーターの宝石箱になりますよ。私みたいにつけたらいっぱいになります。これが効果ありますかね。あ、何ですか。カチカチくんっていう。これが面白い。レイブロスのギリスポットマシン。カチカチくん。これ。こういうの好きですね。どこに売ってるのか、これ。これネットで売ってます。アマゾンで。あ、なんかクリップでできそうですね。硬いクリップで、ね。これやってみたいな。マイナスで広げながらコンコンって叩いて、全部に入ってるんだ、これ。4つのドア。どこまで入ってるんだ、これ。全部ぐるーっとぐるーっと。前はまあここまでですけど。これ文房具のクリップでいけんじゃないかなと思ったんですね。これ誰かやってたんですよね、これね。なんか見たかもしれないし、YouTube で。これが一番感じました。こう感じるんですか。硬くなりますよね。剛性が、ボディの剛性が。ちょっとその辺の峠とかで、軽く試運転しただけで、感じました。剛性体感できたんですね。すごいですね。カチカチくん。ガリガリくんのね、ガリガリくんがもじったような、なんか、でしたわ。ネットで調べましたよ。あ、確かにガリガリ君みたいな、ここも入れてるんですか、感じの絵が入っていましたね。よー、これって手で、あ、これ
錆びてくるんじゃない。これギアも入ってるんですね。すごいですね。だんだんと柔らかになってくる。あ、なるほどなるほど。今はもうだいぶ弱なってるかもしれないけど、つけた当初は感じました。なるほど。すごいですね。やろうかな、面白いですね。持ってなかったわ。まあこれがね。あ、これモンスターのフェンダーダクトですね。これブルーベリーで、あ、じゃあガレージベリーですね。インテークダクトカーボン調ですね。わ、これもいいな、空気がね抜けていいな、エンジンルームの。そしてこれレカロのバケットシート RSG シリーズ、武井さんだけに G シリーズ選ばれたんですかね。これサイドアダプターですね。これ可愛い製作所さん。あ、純正のに付けれるレールが売ってるのか。高さも9センチ可変式ということですね。下げれるんで。あ、各センチぐらい下がる。バケットシートは何欲しいなとも思うんですけど。まだまだそこまで。この中華製のあのまだまだなんで。これ。チーンってならないやつですか。グサっていうやつ。あ、これグサッとリリースっていうんですかね、名前ね。ここオーサンでいいですよ。あ、同じ。ここはなんかあの一枚のリリース。あ、スペーサーもいられているっていうことですね。グサっていう感じでしょ。ほら、ボコボコっていう。ボコボコっとシリーズですね。これもっと俺こっちここしましたけどね。いっぱいいっぱい。あ、そうですか。これえ、まあ、これあれですね。ウインカーレバーですよね。これもつけましたね、私ね。これは必要ですね、やっぱりね。これが60、これ60。長さを計算してますよ、武井さんは。純正からどんだけ手前に寄ってるのか。標準ボスが、あ、ボス入ってますよね。アジャスター入れてますよね。ということで計算してみました。30、10、これが、これ70やったら、65ぐらいだったかな。結構ほんでこれが大体ですけどね、オフセット、このポチポチ足していったらですね、合計が236ミリなんで、純正が117ミリぐらいだったね。純正よりも119ミリ。武井さん前に、私はね、前以前こうやって測ってたんですけどね、117ミリぐらい、私の場合は222ミリ合計なり105ミリ手前ですね。竹兄さんが前に来てる。ステアリングを計算していたら、あ、模擬レース始まってしまったっていう話ですね。ありがとうございます。スタート取りたかったんですけどね、この時ね。まあ、お話ししてたら楽しんで、あっという間に時間が経ってしまいました。ワクワクワクスラッシング。武井さんのインタビュー編集しながら、 JAL スタイルの J シートで時速850キロぐらいの G を感じました。三線の花頑張って歌いました。飛行機で帰りに武井さんのインタビュー動画あげなあかんなってずっと思ってたんで、動画カットして編集して帰りました。そして今日1月27日頑張って編集、沖縄4日間は雨でした。帰りは晴れました。秋に泣いて冬に耐えた2013年春に咲くワクワクの花ですね。空から眺める関西はまるで昔ユニバーサルスタジオにあった E.T. のようでした。わかる人にはわかります。春にはまたワクワクしたいなって思います。よければチャンネル登録よろしく。飛行機でガチで編集したって話です。